帰ってきたぞ。誰も待ってないかもしれんけど帰ってきたぞ。みんなツイッターフォローしてくれ。そしてこの動画を急上昇に上げてくれ。冗談はここまでにして、どうも皆さん、またまたお久しぶりです。霊夢です。マリサだぜ。また期間がかなり空いてしまいました。失踪したと思っている方、まだ私は生きてます。私はこの時をずっと待っていました。バーチャル YouTuber の時代になってきている中、ゆっくり実況をすべく帰ってまいりました。そして登録者6000人ありがとうございます。というわけで今回するゲームはアルファベットレーン。タイトル画面からヤバい奴が後ろに映っていますが、正直やりたくないですね。ホラーゲーム苦手だもんな。本当はこんなにホラーゲームするつもりじゃなかったんですけどね。まああんまり前置きが長いのもあれなので、早速始めましょう。はい、用意スタート。どこだここ。寝てるっぽいな。ホラーゲームによくありそうな始まり方ですね。まあ最初からびっくりさせてくることはないと思うので大丈夫ですね。じゃあ見て回りますか。なんか殺風景すぎないか。窓もカーテンもなんもないって。地下にでも住んでるんですかね。なんだこの構造。せめてドアくらいつけてもいいんじゃないんですかね。あ、なんか書いてありますね。何言ってんだこいつ。英語だからさっぱりわからんな。全くもって何言ってるかわからんかったので全カットしました。なんか鍵探せみたいなことは言ってたな。まあとりあえず降りてみます。歩くの遅すぎでは、走るのは早いですね。上のテクスチャ突き抜けてるんですが。もうちょっと電気なかったんですかね。これはさすがに暗すぎでは。ここがドアですね。今なんか通った。暗くてよくわかんなかったな。鍵がないと出られんらしいので、鍵探します。鍵見つけた。ドアから出る。車に乗った。すぐそこになんかあった。えらくテンポがいいな。じゃないと喋ることがなくなるんで。喋るネタ思いつく脳がないもんな。ひどいこと言いますね。なんだこのハンバーガーに目玉くっつけたみたいな見た目のやつは。クッキーモンスターっぽくないかこれ。まあ言われてみれば。というわけでよくわからん場所に着いたわけですけど、何をすればいいんだ私は。とりあえず進めばいいんじゃないか。見たまんまの感想を言う通りが目の前にあります。そしてドアが蹴破られてて鍵っぽいのが落ちてます。とりあえずこれを拝借します。じゃあこの中見ますか。なんか怖いな。はなんでこんなところにこいつがいるんじゃー。落ち着け霊夢。ああ殺される殺される殺される。待てとりあえず落ち着け。なんだよマリサ、これただの置物っぽいぞ。え、だって動かないじゃないか。突然動くなんてことが。まあその時はその時だ。ああ怖い。それよりほらまた調べられるところがあるぞ。また英語か。壊れるな。全くわからんかったんで折り開けます。諦め早いな。英語わからんからね、しょうがないね。なんか奥にいてはいけないものがいるような気が。またご冗談を。どうせ置物だろあれ。だといいんですけどね。とりあえず手前のドアに入れるか試してみますか。開かないですね全然。じゃあもうすでに開いてる向こうに入ってみますか。あいつめっちゃ怖いんですけど。大丈夫だって安心しろよ。そっと行きますわ。ちょっと何お前無音で近づいてきてんの。めっちゃ怖いんですけど来ないでください。お願いしますからあっち行ってください。思いっきり殺されたんですけどマリサさん。まあこんなこともあるよね。殺すぞ。すみません。もうあそこに急いで直行しますよ私は。急げ。なんだこの箱は。何引っかかってんのお前。またこれかよー。後ろからしてんじゃねー。ワンモアチャレンジでごわす。いけ。もう引っかかるなよお前。あのさ、お前クビや。何やってんだお前は。もう許さねえからな。3度目の正直行きます。やったー、ついに勝ったぞー。計画通り。あいつあそこで止まってやんの。悔しいか、悔しいだろう。手をプラプラさせやがってこのクソ目玉やろう。もう二度とお前とは会うことはないだろうよ。そこでしんどけ。安全とわかるとすぐに煽るんだなこいつ。さ、というわけで次に進みましょうや。なんかゴーバトルロワイヤルゲームを運営している会社のロゴがあるんですが、これ大丈夫なのか。知らんな。行ける場所ここしかないからここ行きますわ。何が起こったんですか。何だこのおっさん。
また話ですか。わからんから全部カットするぞ。めちゃめちゃ話長かったんですけど、意味もわからんかったし。なんだこのおっさん。これまた変な顔のコックが出てきましたね。で、私は何をすればいいんでしょうか。暗すぎで何もわからんのですけれども。3分後。暗い。どうなってんだこれ。何をすればいいか全くわからんのですけれども、敵もどこいるかわからんですし。右から赤い光が。なんだお前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 。全くもって意味がわかりません。2回戦行くぞ。おめえか犯人はボーゲー。さっきあいつに殺されたんだな。なんなんだあいつは。今あのコックいなさそうだから少し探索してみますか。左に光が見えたような。気のせい気のせい。はえ。めっちゃんこ早いですわ。はえ。なんかこいつなんか凶器持ってますよ。どうすればいいんだこいつ。あいつが出てきたところに入ってみたらどうだ。入れるのか。物は試しってよしやってみようや。そこまで言うならタイミング伺ってたら向こうから来られているのですが。ちょっと待ってください。集団ストーカーに襲われてます。集団ストーカー、こいつら仲間です。集団じゃないんですが、それはこんなの無理だろう。どうすりゃいいのこんなん。今だーいけー。進め僕らのアンパンマン号。よっしゃー、登ったぞー。ついにここまで来た。果たして何があるのか。ドアがあるぞー。どうしたんだ。これ開かないんですけど。せっかくここまで来たのになんでこうなるんだよー。バグなんですか。いや、何か他にするべきことがあるんじゃないか。でも目の前にドアがあるのに出れないっておかしいでしょう。こうしてる間にもしあいつが来たら。おー、ハエ。ハエもう来ました。どっかに隠れてたみたいに。どっかに隠れて待ってたみたい。110番するの待ってたみたいに来ました。このゲームむずすぎでは。これクリア可能だと思うんですよ、私。攻略法だな。助けて集団ストーカーに襲われてます。集団ストーカーに襲われてます。なんだお前ら、金になるんか。もう折れます。心が折れました。このゲームは攻略不可能のゲームです。私には一切攻略法がわかりませんでございます。もう投げます。このゲームはもう絶対やらないからなー。というわけでタイトル画面に戻ってきました。結局諦めたのか。画面の前のあなた、まだブラウザバックしないでください。もしかしたらそのうち生放送やるかもしれないんで、よければ皆さん見に来てくださいな。ウプ主がどんな反応してホラゲーやってるかわかりますよ。あと説明欄にツイッターのリンク貼ってるんでフォローしてください。というわけでめちゃくちゃ久々の動画投稿になったわけですが、まさかの攻略できなかったっていうな。お前はゲームが下手くそなんだよ。正直本当に申し訳ないです。視聴者の方で攻略法がわかったら私に教えていただけるともしかしたらやるかもしれないです。というわけで今回はここで終了ですね。次の投稿いつになるかわかりませんけれど、よければ次の動画も見てください。あとチャンネル登録も忘れずに。では、ご視聴ありがとうございました。